始まりました、ヤロッサ福井。私は今福井市和田地区にある農園に来ています。こちらをご覧ください。ワンダフル農園。そしてこのイラスト、何だと思いますか？赤やピンクの丸いキャラクター。実はこの子たち赤大豆なんです。ということで今回は赤大豆を地区の特産品にしようとワンダフルな活動に励む和田地区の皆さんをご紹介します。福井市の中心部から2キロほど東にある和田地区。地区の南にはアスワ川が流れ、住宅地や商業地、農地が広がっています。こちら国道158号線近くにあるワンダフル農園では、住民有志で作る和田地区まちづくり委員会と和田公民館を中心に、日本固有の在来種赤大豆を地区の特産品にしようと取り組んでいます。和田地区まちづくり委員会の和中さんと和田公民館主事の高瀬さんです。そしてこちらにあるのが赤大豆ということなんですけれども、まずは和中さん、発起人というふうに聞いてるんですが、一体どういう経緯で特産品にしようということになったんですか？和田にはこれといった特産物がなく、いろいろと挑戦をしていました。で、8年ほど前、偶然にも直売所で赤大豆っていうものに出会いがありまして、はい、その福井国体おもてなし料理などに出して大好評を得たんですね。で、私はこれを一握り巻いてみようということでしたのがスタートです。赤大豆っていうのはどういう作物なんでしょうか？室町時代から日本各地で栽培されていたというんですね。種は品種改良していない日本固有の在来種です。だから生産量は少なめです。栄養としては必須アミノ酸が普通の大豆の3倍から4倍たくさんありまして、旨味成分もいっぱいあると言われています。で、実際に作ってみてということなんですが、そうですね、昨年からモデル畑として地区の浅野茂さんが大きな畑を提供してくださったんですよ。で、地域の住民、まちづくり委員会、公民館などで全力みんなで力を合わせまして、畑、素晴らしい畑ができました。で、6月下旬には種を植え、で秋の頃白い花が咲くんですけれど、その頃は消毒を2回します。それがちょっとポイントですね、ちょっと大変なところ。そうですね。そして私たちは枝豆、ピンク豆、それから赤大豆として収穫するんですけれど、昔ながらの天日干しをします。甘みもなお増して、豆を傷つけなくて、どこにもない美味しい赤大豆ができます。もう全て手作業。そうなんです。で、今年採れた種は来年の種として、種の命は1年ですので、毎年毎年それを取っていく形です。そして高瀬さん、はい、地区の特産化に向けてはどのような活動をされてるんですか？はい、公民館では住民向けの栽培についての説明会を開きました。で、家庭菜園で赤大豆を栽培していただいて、地域の食卓で皆さんに食べていただいて広めていきたいなと思っています。また2回目に勉強会を開きました。で、皆さん育てていらっしゃるので、成長具合など話し合ったり、消毒の仕方とかいろんなことの相談、そういうことをたくさん話し合いました。またそこでは赤大豆で作った味噌の試食をしました。赤大豆を使ってお味噌ですか？はい、いや美味しそうですね。ちょっとね、
他には何かあります？活動として。はい、そうですね、地域の子どもたちに興味を持ってもらおうと思って、種植えの体験や収穫の親子体験などを実施しました。あ、お子さん実際に。はい、また10月には和田小学校に赤大豆になる前の枝豆を学校の給食で提供しました。それは嬉しいですね、はい、子どもさんね。で3年生には、出前授業として赤大豆の取り組みや赤大豆について説明をしました。実はその時にですね、和田大洗七福神が赤大豆の栽培から、それから豆には虫がつくということを寸劇で神様たちになってやってきました。七福神の寸劇ですか？そうなんです。私たちはもうこの赤大豆に出会う前から、七福神、和田大洗七福神としていろんなところで施設訪問とかメディアとかいろんなところに出ております。もともとやってらっしゃったんですね。そうなんです。寸劇をね。でそこに赤大豆を絡めて、絡んできたんですね。絡んできました。はい。お二人ともその寸劇に、はいはい、出てらっしゃるんですか？そうなんです。そうなんですか。七福神を使って赤大豆の PR ですか。頑張って PR していきます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。さて、ではここからはこちらの赤大豆なんですけれども、実際にどういった作物なのか畑へ移動して見ていきたいと思います。いってらっしゃい。さあ、ここからはワンダフル農園の浅野さんに赤大豆についてご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらが赤大豆ですね。はい、そうですね、はい、これがですね、今年の5月に植えまして、はい、5月、はい、はい、でもう6ヶ月近くなりますよね、で今ちょうど収穫時期に入ってます。あ、もう収穫の時期なんですね。はい、そうです、はい、で去年と比較すると非常に今年の豆の出来栄えはいいですね。豊作。豊作。本当豊作。こんな僕も見たことないです。こんな立派に成長してる。あ、そうなんですか。はい、去年はもっと。去年はこの枝についたのが多かったんだけど、今年はこのメインの盆地というのが非常に多いんで、こんなの珍しいですよね。あ、これ今中割ると赤い。赤いですよ。ちょっと取ってみますか。はい。あ、赤い。本当に赤大豆。ね。はい、ちょっと一緒に収穫やってみますか。なんかやらせていただいていいですか。どうぞどうぞ、どうぞ。あ、はい、これで持って、はい、この枝のところを切ってください。根っこのところ、根っこから切ってもらえばいい。あ、はい、それだ。いいですね。これでいいんですか。これでいいんです。これでいいんです。取れた。でこれをささがけしておいて、はい、乾燥させる。そうです、乾燥させるんです。はい。地域の皆さんにもお話を聞いてみましょう。この、まあ、和田地区で赤大豆を、まあ、栽培するというのを始めていかがですか？和田地区の人は団結力が結構強いんですけど、まあ、そういうようなことでやっぱ地域の人の輪を広める、そういうことも基本としてやっていきたいなというんで、この赤大豆を特産品にしようというようなことで頑張ってきてます。皆さんはご自身のお宅でも赤大豆を？はい、私はたまたま田舎の方に50坪ほどの畑をしなきゃいけなくなったので、その場所にちょうど2棟分今年は植えて、非常にうまくいきまして、間もなく収穫というようなところへ来てます。この間は枝豆をもう取って食べてみました。お、はい、いかがでした？ちょうどね、色もついてて、それで美味しかったですよ。実際に食べられた方からの声はどうですか？やっぱみんな美味しいって言ってますね。やはりうまみがありますね、普通の大豆の枝豆より。やっぱ美味しかったです。はい、ということでみんなでハサガキをするこのハウスにね、やってきました。ではお願いします。はい、行きましょうか。はい、
あ、広い広いハウスじゃないですか。あ、なんかロープが、はい、これロープにかかってますけど、かけていくようにします。こうバランスとか考えながら、まあ、適当に適当大丈夫です。そうです大丈夫です。はい、はい、かけていってください。こんな感じでいいですか、ね、いいですいいです、はいはい。大丈夫です。一本引っかかってれば大丈夫です。どうなんですか、これでどのくらいこの状態で。2ヶ月ぐらい置きますかね。2ヶ月、はい、するとどういうふうに実はなっていくんですかね。そうですね、赤くなって、はい、あ、こういう感じですかね。もうみんなこういう感じ。これだいぶ、これもうだいぶ経ってますんで、はい、これもう1週間ぐらい経ってますね。はんはん、じゃあもっと2ヶ月ってことはもっと。まだまだです、まだまだです。でこの鞘が、はい、カラカラってなってきますから、乾燥して、はい、ちょっと開けてみましょうか。ほらほら、パラッチパリッていうでしょ、うん、さっきと違いますよ ね。ほら、あ、本当だ、赤いですね。この和田地区での赤大豆の栽培、これに対する思いはいかがですか、浅野さん。去年今年と初めて2年しか経ってないんですけども、うん、はい、できればですね、和田地区の皆さんがその家庭菜園でちょこっとやっていただくというような形にして、あ、それがもうどんどん広がっていって、では和田地区全体が町づくりができるような形になっていったらいいなというふうに思ってるんですけども、うん、はい、今日はもう本当にいろんな話を聞かせていただいて、そんないろいろやってたらちょっと実際に食べてみたくなっちゃったんですけど。そうですよね、味が分からなきゃね、はい、今日これけどラッキーですね。え、そうですか、今ね、うん、あの公民館の方で今日赤大豆のいろんな料理を作ってるみたいですよ、婦人部の方が。え、本当ですか、ね、あの今ですか、ちょっと今帰り寄ってちょっと食べてみたらどうですかね。いやいいですか。あ、いいですよいいですよって言ってください。さすが七福神推しの和田地区、神対応ですねそれでは、はい、また公民館の方に向かいたいと思います。ありがとうございます、はい、いや、ありがとうございます、こちらこそ。さあ、和田公民館に戻ってまいりましたけれども、こちらでしょうかね。こんにちは。はい、こんにちは。待ってていただいたんですか。なんか浅野さんにこちらで赤大豆の料理が食べられると思って、ズーズーしくこんな格好をしてやってきたんですけども、よろしいですか。いや、あれ、もうこちらに用意してもらったんですかね。神対応。ちょうどね、ご飯がお待ちしてた時間に炊けました。本当ですか。うん、うわ、嬉しいな。で、こちら、今の時期に取れる赤大豆の瓶酢って言うんですけれど、はい、これを入れた炊き込みご飯を用意しております。じゃあ早速いきますよ。あ、湯気が。あー、美味しそう。赤大豆がいっぱい入ってます。赤大豆。これにちょっとご飯と塩と、ピンク色のご飯になるんですけど、ピンクのね、ほらこういう、はい、お赤飯のように赤飯に近い感じの色ですよね。そうです、煮汁を入れます、はい、で作る仲間はみんな七福神ですから、おめでたい時のおめでたいご飯を作ります。あら、皆さんじゃあ七福神の寸劇を七福神私は大黒天です。大黒天、はい、エビスです。エビスさん、水の神様のカッパちゃんです。うわ、そして和田のおばばです。和田のおばばこんな感じですかね。あ、だいぶ混ざりましたね、はい、混ざりましたね、はい、綺麗な色になりました。ピンクのご飯です。おいしそう。おいしそう。さあ、整いました。名付けて和田赤大豆御膳とでも言いましょうかね。そうですね、もう赤大豆尽くしということですけれども、はい、いただきます。いただきます。おいしい。え、これ
味付け本当に何も塩がちょっと入ってるだけです。赤大豆の味です。これね、甘いのはこの 甘さは赤大豆の甘さで、赤大豆で作った味噌なんです。これを少しだけちょっとご飯につけるとまだまだ美味しくなるんです。はい、この赤大豆のご飯にさらに赤大豆で作った、はい、赤大豆の味噌を、うん、それぐらいでいいです。はい、これ、はい、ちょっと乗せて、はい、はい、いただきます。うん、うん、すごい、ですか、風味がもう倍増してすごいです。もうどんどんいただきたいところですが、他にもあるんで、はい、これをまた赤大豆の煮豆です。煮豆ですね、はい、煮豆を、これじゃあいただきますよ。あ、柔らかい、皮がやっぱ薄いからかな、風味がいいですよね。いいですか、美味しいです。そして枝豆もこれ普通の枝豆に見えますが赤大豆なんですね。赤大豆の枝豆です。いただきます。うん、あ、味が濃い。味が濃いですか、うん、ちょっと甘みはどうですかね。甘みもすごい、ちょっとあるね、はい、うん、だからこれとは違って、ま、違、あの寿司ご飯です。寿司ご飯、ね、うん、寿司ご飯です、はい、寿司ご飯は普通に作ったやつですか。そうですね、酢飯ですね。で酢飯 で、はい、で上に、はい、いい香り。寿司ご飯にも合いますね。このほんのり酸っぱさとこの甘みが合うんだ。合うんです。止まらないじゃないですか。ね、止まらないね、美味しいから、うんうん、はい、では最後にデザートいただきますね。これ杏仁豆腐に合うんですかね。あ、自然な甘さがこの杏仁豆腐の味に合いますね。いやー、今日は本当にこんな急に来たのに、うん、こんなにいっぱい用意していただいて、ようこそ食べていただいてありがとうございました。ありがとうございました。堪能しました。赤大豆本当に美味しいです。今日食べたものの他にも赤大豆使った料理ってあるんですか。そうですね、私はあの煮豆の赤大豆をパウンドケーキに入れて焼いてみました、はい、とっても甘くて栗のような感触でとっても美味しかったです。機会があったら食べてみたいです。ぜひ、はい、さて改めまして発起人の和中さんにお聞きしたいんですけども、これからの抱負あったら聞かせてほしいんですが、はい、あのこの地区では今15箇所ぐらいあの栽培をされている方が出てきました。そういう方がこれからももっともっと増えていって、和田には赤大豆があるということになれたらいいなと思っております。もう和田地区といえば赤大豆ってすぐ浮かんでくるような、そうなるといいですね。そうです。で、和田の気候の風土にあって生まれて育った赤大豆、次の時代、次の世代にもあのぜひとも受け継いでいただきたいなと思っております。もう本当に一つずつですけども頑張っていただければきっと実現するんじゃないですか。今日は本当にいろんな話を聞かせていただいて、そして試食までさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。これから期待してますので、応援してますので頑張ってください。はいはい、お願いいたします。今回のヤロッサ福井は赤大豆の特産化に取り組む和田地区の活動をご紹介しました。地域の皆さんが力を合わせて楽しみながら工夫される姿が印象的でした。和田地区の赤大豆が皆さんの家の食卓に並ぶ日もそう遠くないのかもしれません。これからの活動に期待しましょう。それでは皆さん、これからもせーの、ヤロッサ